力芝は単子葉植物イネ科の多年草。道端によく見かける雑草の一つでブラシのような穂が特徴的である。地下茎はごく短く大きな株を作る根元から多数の葉を出す。葉は細長く根元から立ち上がる。葉はやや丸々。花茎は夏以降に出てまっすぐに立つ。果軸は枝分かれせず先端近くの軸に 多数の春状の毛に包まれたコボがつく。コボは最初は軸から斜め上に向けて出るが、果実が熟するにつれて軸から大きい角度を持つようになり、つまり開け出して全体として瓶洗いのブラシや試験管洗いのような姿になる。果実が熟してしまうと果実はコボの柄の部分から外れるので、後には軸だけが残る。コボは短い軸の先に一つだけつく。 コボの基部の軸から針状の毛が多数伸びる。コボは非新型で長さ7ミリメートルほど、2つの小花を含むが、1つ目は果実をつけず、大花となることも多い。第一、森へはほとんど大化、第二、森へはコボの長さの半分。果実は先端の毛と共に外れ、これが引っかかりとなって大型動物の毛皮に引っかかるようになっている。 いわゆるひっつき虫で、毛糸などの目の荒い衣服によく引っかかる。果実の先端から潜り込むようにして引っかかることが多い。力シは、果女の一部日本、朝鮮半島、中国からフィリピン、マレー半島からインドまで分布する。日本国内では、北海道南西部以南のほとんど全土で見られる。また、オーストラリア、北、アメリカに帰化している。 普通はほやこぼの毛に紫色の着色があり、全体に紫を帯びるが、これには変異がある。特に赤っぽいものを紅地チカラシバ着色せずほが、緑のものを青チカラシバ追いとして区別する場合もある。道端に生える雑草で大きな株になる。非常にしっかりした草で引き抜くにも刈り取るにも厄介である。和妙の 力芝も引きちぎるのに力がいることに由来する。役に立つ面は少ないが、子供のおもちゃになることがある。砲ちぎって、手のひらの中に握り込んで、ゆるゆると握ったり開いたりすると、こぼの毛が斜め上に向いているから、次第に砲の下側の方へと進んでいくのが、毛虫のようで面白いという。また、これを砲の下側の方から、蝶ズボンの裾から送り込んでやると、 引っ張り出すのが難しく体が動くにつれて中へと潜り込んでいく。それを見て笑うのであるがうっかりするとパンツの中までも潜り込むので結構痛い思いをする。欧米では園芸品種が作出されており鑑賞用に屋外で栽培される。ほから多数の毛が伸びてブラシ状になるものとしては他にエノコログサ類があるが大抵は 本の先が垂れる。また、他にも穂に多数の毛や棒を出すものはあるが、このようなブラシ状のものはあまりない。この属には世界の熱帯、亜熱帯を中心に約130種ほどがある。日本では本種以外には次の種が自生している。この他、幾何植物がいくつか知られる。栽培植物としては、トウジンビエがアフリカなどで穀物として、 古くから栽培されており、多くの品種が知られている。ありがとうございます。